白雲の章、水雨の説、国風の塔。生い茂った草木を濡らす雨は、時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。雲間から差す陽光に照らされた水雨は、フォドラの大地を潤す恵みとなり、自然の厳しさを教える災いともなる。そして雨の通り過ぎた後には美しい虹がかかる。あなたに依頼したいことがあります。生徒たちと共に王国領へ赴き、ある族を征討してもらいたいのです。彼らはファーガス貴族のゴーティエ家から英雄の遺産、破裂の槍を盗み出した盗賊の名はマイクロン。拝着されたゴーティエ家の子息らしい。これは遺産絡みの問題、一領主の力で解決できる問題の範疇を超えているからだ。英雄の遺産は人の手に余る強力な武器、相応の戦力を持って臨まねばならない。だが今、西方教会の廃教者どもを粛清すべく、騎士団の主戦力は修道院を離れている。だからこそ英雄の遺産に対抗しうる武器、天帝の剣を得た君が適任と考えた。天帝の剣は遺産の中でも群を抜いて強力な武具、心配は無用だと思いますが、生徒たちにも危険が及ばぬよう大修道院切っての手だれを同行させましょう。改めて言っておくが、その剣を持つにふさわしい振る舞いを心がけてくれ。それとハンネマンさんが君を探していたはずだ。後で尋ねるといい。以上だ。先生、先ほど今節の課題について聞いたわ。族が持つという英雄の遺産は厄介だけれど、先生がいればそれも抑えられる。何しろ解放王ネメシスが振るったという天帝の剣があるのだから。剣の力が伝承の通りなら、族どころか一国の軍勢にさえ対抗できるかもしれない。たとえ帝国の精鋭が相手でも、あるいはセイロス騎士団が相手でも。あら、本当にそう？その軍勢があなたの大切な人を傷つけるかもしれない。そんなことがあったとしても、あなたは剣を振るわないと言い切れるのかしら？それにあなたの優れた力は天帝の剣によるものだけではないわ。あなたは、あなた自身が思っているよりもずっと強く、そして恐ろしい。先生、大修道院を出ても私の死でいてくれる？いえ、気にしないでちょうだい。今口にすべきことではなかったわ。その采配と剣の力で目の前の課題を片付けましょう、先生。いやー、よく来てくれたな、先生。話は聞いたよ。天帝の剣の力を使ったと聞いたぞ。それで君の紋章の正体が確定したのだ。我が輩は君の紋章を目にしてはいたが、当初それが何なのかわからなかった。やがて我が輩はふと気づいた。見えているのは
全体の一部に過ぎないのではないかとね。すなわち君の紋章は大きすぎて通常の器具では観測しきれなかったのだ。そうと気づいた我が輩は適合しうる紋章を調べに調べ、一応の仮説を立てるに至った。だがどうしても確信が持てず、これと結論付けた紋章が異質すぎたのだよ。解放王ネメシスより千年以上世に出ず、途絶えたとも思われていた紋章、炎の紋章、それが君の力の正体だ。君が天帝の剣を使えたことで我が輩の仮説は真実であると証明された。高級の時を経て蘇った伝説の力、君がその力を宿していることにもはや疑問の余地はないようだ。おお、お前も誘うつもりで探してたんだが見つからねえから先に来てたんだ。たまにはあいつのお前の母さんの墓参りでもしようと思ってな。このちっぽけな墓の下にお前の母さんが眠ってるのさ。ん？ああ、当然の疑問だよな。そのあたりの事情は話せば長くなるんだが、そういやお前にはあいつのことをあんまり話してなかったよな。穏やかで賢くて料理も上手で誰に対しても優しい人だったよ。それに花が好きだった。俺が珍しい花を摘んで帰るとそりゃ喜んだもんだ。懐かしいな。あいつの笑顔が見れりゃ俺はそれだけで最高に幸せだった。あいつが一番の笑顔を見せてくれたのはお前が腹の中にいるって分かった時だ。お前を産んですぐ死んじまったから一緒に過ごした時間はほんのわずかだったろうが、あいつはお前を心から愛していた。それだけは覚えておいてくれ。この指輪はあいつの唯一の形見だ。そのうちお前に譲ってやるさ。いつかお前にも大切な人ができたらこの指輪を送ってやるといい。よくやってくれた。感謝する。感謝する。屈辱の結果ね。合格ですか。貴族たる私に
格です。あいにくの雨。先ほどの村の者たちは嵐が来ると言っていたけれど、彼らは嵐よりも奴らの襲撃を恐れていたわ。さっさと始末をつけるべきね。コナン島、遠くに見えるあの塔が奴らの根城ですな。あのような拠点を手中に収めるなんて、マイクランもただの野党ではないわね。数百年前、この近辺は大規模な戦場でした。北方の民の信仰が最も盛んだった時代です。その頃にあの塔は監視と防衛の拠点として建てられた。攻略には骨が折れるでしょう。さすがはギルベルト殿、詳しいのですね。確かあなたは王国の出身だとか。すでに故国を捨てた身ではありますが、もし何か質問があれば答えましょう。ゴーティエ家は古くから紋章の有無を特に重んじてきた家。ゴーティエ辺境伯には二人の霊族がいますが、上の子には紋章が現れなかったのです。彼が家を出奔しこのような行いに走った理由もどことなく想像がつくというもの。紋章に人生を決められるほど虚しいことはない。ギルベルト殿はそうは思いませんか？彼もまた運命の犠牲者なのだと。そして女神に見捨てられた男を殺すように命じるのもまた女神なのでしょう。
賊の気配が濃くなってきました。そろそろ最上階なのでしょう。逃げ場がないなら好都合ね。追い詰めて一網打尽にしましょう。焦らず戦おう。おっしゃ、行くぜ。私の力、先制、奇襲、有利思います。行きますか。助かるよ。戦いの空気苦手。引きこもっていたい人生だったのに。あぶれ。デリ。俺の実力こんなもんじゃねえはずだろ。私に挑んだのが間違いだったな。ブリギットの誇り見せました。頭が危ねえ。野郎ども急げ。ん、開花から新手の敵か。背後にも気を配らねばならんな。
敵ではない。大事をなす。そのための一歩だ。助かった。なる者の力見たか。鮮やかだな。
経験を積めば成長するのは道理さ。撃って誇るほどの敵ではありません。いい勝負ができる。よっ、嬉しく思います。前の私とは一味違うよ。Thank you.
すまない。では満足できないな。Thank you.
使わねえとな。ありがとう。結果ね。敵ではない。すごい活躍ですね。ありがたい。
情けない。経験はいくらあろうと困りません。邪魔する奴はぶっ飛ばす。私、連達の息、接近です。この策をかわせますかな。ご苦労様でした。力も実力のうちだぜ。あれ、火の精霊、加護感謝します。私、より上目指します。この感じ覚えとこうっと。賞賛はあった。
感謝する。この程度で止まりはしません。驚きましたな。
私、進化、成長です。これが鍛錬の成果だ。ガッハッハ。行きますか。情けない。行きますか。撃って誇るほどの敵ではありません。ままならぬものですな。もっと場数を踏まないとな。うん、行けます。もっと戦果を上げられるぜ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。満足できないな。
貴族にとっては当然の成長だ。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。戦いの空気苦手だ。舞台に上がるより緊張するわね。出るぞ。あいつらを挟み撃ちにしてやれ。なんと隠し部屋に賊が潜んでいたか。自慢にもなりません。
にはトゲがあるのよ。どう？私の体鍛えられてきたかしら。助かるよ。苦労様でした。だいぶ身についてきたよ。危ねえか。いや、まだいける。よっしゃ、大勝利。Thank you.
リッドの誇り見せました。冴えているな。これで戦える。助かる。油断はするな。
予想通りの結果ね。焦らず戦おう。経験を積めば成長するのは道理さ。
様らも俺から槍を奪おうってのか。殺してやる、全員ぶっ殺してやる。ガキの分際でやるじゃないか。相手と戦うのは初めてじゃな。わしの話を心して聞け。これが紋章に人生を狂わされた者の末路だなんて哀れね。せめて私たちの手で彼の苦しみを終わらせてあげる。
油断はするな。焦らず戦おう。見て分かることもあるね。焦らず戦おう。よっしゃ、行くぜ。
精力だって使うぜ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。舞台に上がるより緊張するわね。先生、奇襲有利思います。行きますか。私の力見せてあげる。策なく助力です。策を披露しよう。体が崩れて、中からマイクランと槍が。終わったようね。槍を回収して引き上げましょう。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見ては
コアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃがあの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。ことの顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけにとどめておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への。だからこそ回収を急いだのです。結果的には間に合いませんでしたが、槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。その際翌節の課題を伝えます。大司教殿は先生の働きを喜んでいたかしら。破裂の槍は返してしまったの？嘘をつかなくていいわ。大司教殿に逆らえるはずもないもの。先生、ギルベルト殿から聞いた話を覚えている？ええ、マイクランは紋章を持たぬがゆえに家族に見捨てられ俗に身を落としたけれど、やがて俗の棟梁としてのし上がり、ならず者をまとめて砦のダッシュまで。彼の行いの善悪はどうである、部下を指揮する能力は確かだったわ。一軍の将として兵を与えればさぞ活躍したはず。もったいないことにね。確かに紋章を持った者は魔道に優れるし、何より英雄の遺産の使い手になれる。でも為政者や将としての器は紋章の有無では測りきれない。紋章を持たないけれど有能だという人間はこの世に吐いて捨てるほどいるのよ。紋章が女神より与えられし力でフォドラを治めるに必要なものという考えがあるから。でもその紋章こそがこの不平等で不条理な世を作り出した原因。一部の者だけに紋章という力を与え、その力でこの世を支配させようとしている。先生、あなたはこうは思わない？女神や紋章が全て消え、己の力のみにより人々が立つとき、初めて人の世が来るのだと。エーデルガルト様、あの教師に情報を与えすぎなのでは？そうかしら。そうね、そうかもしれない。なかなか得難い人材だというのは私にも感じられますが、天帝の剣を使う時点で危うさの方が勝っているでしょう。前に言ったわね、私には力が足りないと。あの者たちに借りている力を先生が代わりに追ってくれるのならそれがいいと私は思うのよ。危険な賭けですな。私は私で手を打たせてもらいますゆえ、それでは失礼します。
私にはわかる。一人ではきっと何もなせない。決意や執念だけで前に進めるほど私の道はなだらかではない。この手をあの人に差し出すことは賭けなのかしら。お父様、私は止まらないわ。後悔も悲嘆も何もかもをあの闇の中に捨ててきたのだから。さて、難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き、英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。さて、翌節の課題について伝えますが。大司教。セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？そうか、どこを探してもいないのだ。一体どこへ？何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。